セサルはスピリクエタタンコは、スペインパンプローナ出身のサッカー選手、チェルシー FC 所属。スペイン代表、ポジションはディフェンダー。地元パンプローナのサッカークラブ、CA オサスナのカンテラ出身。2006から07シーズンより B チームに在籍。同シーズン中の2007年4月8日、レアルマドリード戦で、 トップチームデビューを果たした。サイドハーフのポジションで途中出場を果たし、2006年のバロンドーラーである CB のファビオ・カンナバーロに対し、果敢に1対1を挑むなど、印象的なパフォーマンスを見せた。翌2007から08シーズンには右サイドバックのレギュラーに定着29試合に出場。翌2008から09シーズンにも38試合中36試合に、 出場した。若手の有望なサイドバックとして、国内外の他クラブからも多くの注目を集めた。2010年6月28日、移籍金950万ユーロの4年契約で、リーグアンのオリンピックマルセイユに移籍した。マルセイユ加入後は右サイドバックのレギュラーとして活躍していたが、11月27日のモンペレ HSC 戦で、 左膝前十字人体の断裂で全治約6ヶ月と診断された。2011年5月22日のバランシェンヌ、FC 戦で予定より早く怪我から復帰したものの、離脱中にスタットレンヌよりロッドファンニが加入しており、定位置を奪い返すには至らなかった。2012年8月、チェルシー FC に移籍した。2013から14シーズンには、 ジョゼモーリーニョ監督によって左サイドバックにコンバートされると安定したパフォーマンスを見せアシュリーコールからレギュラーをダッシュ。同シーズンのキャピタルワンカップのアーセナル戦でチェルシーでの公式戦初得点を記録した。2016から17シーズンは新監督のアントニオコンテによって主に3バックの右 CB として起用されリーグ優勝に貢献し、 スカイスポーツ選出の2016から17シーズン、プレミアリーグファンタジー11にも選出された。2019から20シーズン、2019年10月23日、UEFA チャンピオンズリーグのアヤックス戦で、チェルシーでの公式1350試合出場を果たした。2020年1月21日のビッグロンドンダービーでは、同ダービーでの初ゴールを挙げて、 引き分けに貢献した。2020から21シーズン、1月、チェルシーの選手としては13人目となる通算400試合出場を達成した。同シーズン UEFA チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスターシティ戦にキャプテンとして出場、決定的なクロスを防ぐなど優勝に貢献した。2007年には、スペイン U-19 代表、2008年には、 スペイン U-21 代表に選出された。2010FIFA ワールドカップのスペイン代表候補30人に選出されたが、本大会に出場する23人からは外れた。2014FIFA ワールドカップでは、本大会出場メンバーに選出され、グループリーグのオランダ戦とチリ戦に出場したが、決勝トーナメントには進出できなかった。2018FIFA ワールドカップでも、 スペイン代表メンバーに選出された。2021年5月24日、UEFA ユーロ2020を戦うスペイン代表24人に選ばれた。グループステージ第3戦のスロバキア戦で、先発出場、大会初出場を果たすと、決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦で、代表初ゴールを決め、準々決勝進出に貢献した。アスピリクエタは、 その努力や献身性によって、多大なる信頼を得ており、ジョゼモウリーニョは、アスピリクエタが11人いれば、CL を制覇できると述べた。また、チームメイトであるギャリー・ケーヒルは、アスピリクエタについて、彼ほど熱心に練習に取り組む選手はいないと語り、その姿から、ネズミというあだ名をつけた。このニックネームについて、アスピリクエタは、とても嬉しい。 チームメイトから一生懸命な奴だと思われているということだからねと答えた。また、努力を怠らない理由については、努力以外の上達する方法を知らないからだと語っている。チェルシーのサポーターからは、デーブの愛称で親しまれている。これは、アスピリクエタという長く発音も、難しい名字は英国の人々にとって馴染みがないため、その代わりとして、 ファンに与えられたものである。自身と同じリーグアンから同期で、チェルシーに加入しながらシーズンともにプレーしたエデン・アザールと仲が良く、アザールのレアル・マドリード遺跡時にはその別れを惜しんだ。2014年4月2日、チャンピオンズリーグ準々決勝の PSG 戦の前日会見に出席し、同席した監督のモーリーニョから娘が誕生したことを公表された。名前はマルティナ ありがとうございます。